ああ、もう危ない。ああ、もう気をつけてよ、もう。ああ。Bonjour。皆さん、こんにちは。オンラインフランス語学校、アンサンブランフランセ講師のやすこです。今日も皆さんにとても役に立つフランス語の表現をご紹介します。気をつけてと言いたいとき、一般的な言い方の他に、少し砕けた言い方があります。さあ、どんな風に言えばいいでしょうか？正解は、フェギャフ。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 直訳すると、ヘマをしろですが、これは注意しろという逆の意味の表現として使いますよ。短くて使いやすいですね。さて、フランス語をもっと勉強したいという方は、アンサンブルのレッスンでお待ちしています。それでは、アビアント。もうあの子心配なんだから。